はい、こんばんは。8月3日ですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日一昨日東京めっちゃ暑いんですよ。今日39度とかサンキューって言うてる場合ちゃうで、ほんまめっちゃ暑かった。コンクリートやしね。明日はどうも雨が降るみたいなんですけど、まあ暑かったね。もう逃げられへんね、エアコンから。もう本当にもうびっくりするぐらい暑かったんですけど、僕今家のインターネット環境を変えてるんですよ。そのプロバイダーとかをね、僕2、3年で変えるんですよ。なんか、まあ、好きやし、変えたらちょっと安なったりするし、それをこうぐちゃぐちゃってやるのが好きなんやけど、毎回デジタルのんても今本当にちょこちょこっと腹立つことあんね。多分もうややこしなりすぎてるんやけど、言うてるのとちゃうやんと思うけど説明してますみたいになるし、で今回も光電話をもう解約しようとしたら、それは解約してから切り替わってから言うてください言うて、切り替わってから言うたら1ヶ月550円取られんねん。まあ、550円やけどめっちゃムカつかへん、それ取られんので、NTT に電話したら、いや、それはプロバイダーさんにやってもらった方がいいですよって言うから、プロバイダーさんにしたら、そんなんやね。なんかさ、なんか納得いかへんよね。ほんで、なんかその電話、その解約の電話したら、ここ今ちょっとつながりにくい状況なんで、今から言う新しい電話番号に電話してくださいって言うね。いや、それ俺かけてんねやが、そっちからかけ直しいな、俺電話番号言うからって言ったら、それやったら、明日以降になりますって言うねんで。いや、受ける方も、ノイローゼになるって言うけどな、テレフォンサービスは。多分、テレフォンサービスの会社やろ、どうせ。プロバイダーとかじゃないんやろけど。ほんで、それで、もう、イライラっとしたけど、もうイライラやめよう思ってるから、俺今、人生の目標やから、もう怒らへんと思って、じゃあ電話番号言うてって言って、電話番号聞いたらさ、かけた同じ電話番号やって。どう思う？もう、ええわーって思ったけどさ、もう、これも、序の口、序の口、もう、いっぱいいろいろイラっとすること、ちゃうんちゃうん、さっき言ってたんと、とか、めっちゃあったけど、やっと今日すべてが収まって、それでも光電話550円取られんねん1ヶ月。まあ、一応家電あった方がええかなと思っとったけど、もういらないですよね、家電ね。なので、あともう家電買うてたやつが壊れてしまったから、じゃあそれで買おうかなと思ったら、もうなんか買う気なくなるよね。なんか中途半端な値段やし、なんかもう1000円ぐらいであってほしいんやけど、そういうもないし、もうええか思って家電をやめることにして、もう今なんかすぐに連絡取れるもんね、LINE なりなんなりで。まあなのでちょっとそのイライラが暑さによって倍増したんですが、もうイライラしません。僕はもう怒らないことに決めました。僕の歌でも聴いて落ち着いてください。このスターが捨ててみるよ、あやふややな、なんだか恥ずかしいな、あんなずっと前から考えてたんや、やっぱり君だけがいいんだって。生まれた街を離れたことの意味の分かってるけど、大阪に連れて帰りたいんや。僕が生まれた街でずっと僕が育ったところで、これから二人暮らしてみたい。いたな東京にあると思っていた、ないものねだり空回りの音してた。あんな悔やんでも無駄や、今んとこ負けや、帰ってもう一回やり直すか。
言うだろう、失敗ばっかで、だけどそんな中で君に会えた、それだけがとても大事なこと。もう少し頑張るか、夢はまだまだ続いていくから、君に見ていてほしい。好きや悲しいくらい。大阪で明日見つけよう、悲しいくらい。